がある？白菜？白菜気になる。あ、なるほど。何？あ、寒い県。うん、あ、お鍋ね。お鍋したいんだ。なるほどね。いいね。じゃあたまにあとお鍋しなくて、くまも。うん。じゃあちょっと皆さんね、お鍋タイムにお付き合いください。何鍋でしょうかね。これ作るところから始めると、くまも継いでるんだ。あ、優しい。くまもたまにゃんにお鍋を継いであげました。ちょっと白菜は入ってるかな。たまに入ってた白菜。あ、よかったよかった。うん、待って、お鍋そんなこんもりになる。具がたくさんすぎるよ。ちょっと気をつけてよ、こぼさんまでね、うん、はい、いただきます。はい、ほかほかのね、あったかいお鍋食べてください。こんもりすぎて食べるの大変。暑いし、工夫してね、ゆっくり食べてやけどせんの、工夫してね。やけどしそう、やけどしそうですね。野菜もね、他にもありますね。トマトだったり、あとコブですかね、これは。他にもね、ミニトマトもありますし、あ、お米類もありますね、雑穀米とかね。え、クマも、あ、いいよ、お鍋タイムしとっていいよ。だからね、まだ全然なくなってない。欲張りすぎたらいけないということです。で、みんなに程よくちゃんとね、たまにゃんにも均等に分けてあげると。たまにゃんと少なかったんじゃないと、ちょっとね、次の日ね、うん、優しいですね、このままね。はい、白菜乗ってるのかな。うん、美味しそうですね。でもお鍋やっぱいいですね。心温まりますしね、体も温まって、皆さんこたつに入ってね、お鍋食べた後はおみかん食べて、いちご食べてね、いいね、最高ですね。冬ならではの楽しみ方がありますからね。はい、ぜひ楽しんでください。